キス FM がお届けする関谷和夫のクローズアッププロジェクト、3月29日と4月5日のゲストをご紹介してください。はい、オフィスハートロックの野間代表にお貸しいただいております。はい、野間さんよろしくお願いします。はい、野間でございます。よろしくお願いいたします。はい、ハートロックっていう会社名を聞いて、うん、関谷さん、この方の職業何だと思いますか？いや、なんか思ったね。ロックついてますよ。歌手かな思った。ね、こんなチャラこんなってこんなと言ってしまいましたが、チャラチャラチャラっとしたモザイクかけときますか。はい、可愛らしいネックレスつけてらっしゃいますが、うん、はい、そんなコーナーでシャルオシさんです。はい、びっくりします。はい、ありがとうございます。去年の今頃6月ぐらいですかね、うん、東京のライブハウスで70人のお客様で、30年経ってようやくボーカルデビューいたしました。あ、やっぱり歌手してはんねや。一回やったら解散の企画だったんで、もうそれ以降お話ないんですけど、はい、そうなので、まあ、ロックシンガーでもいらっしゃるということなんですけれども、うん、野間さんの特徴、求人から相談できる社労士さんということで、はい、まあ、各地で求人票の書き方のセミナーなども行ってらっしゃるんですね。そうですね、ご縁をいただきまして、新潟でもお話しさせていただきましたし、うん、商工会議様、商工会議様、うんうん、商工会議様でお話しさせていただきます、うん、はい。求人票ってやっぱり、はい、書き方はちょっと難しいというか、うん、何を書いていいか分からなくなりそうですよね。はい、商工会議さんの専門家派遣でですね、はい、よくコンサルをさせていただくんですけども、おっしゃる通りで、書き方が分からない、うん、どこをアピールしたらいいか分からないなということを、うんうん、お困りごとでですね、うんうん、おっしゃるご相談の方が多いですね。それと、はい、一度アピールできるもの、うん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 、仕事を探している求職者の皆さんっていうんですけどね、はい、求職者の皆さんにアピールできるものをしっかり作っとけば、うんうんうん、ずっと使えるじゃないか。そうですよ ね、一度土台ができたら、はい、それを少し変えつつ、ね、ブラッシュアップしてずっと使える、うんうん、まあ、言ったら会社の財産の一つになる素材ですよね。おっしゃる通りです。財産ですよね、本当に本当に財産だと思います。はい、はい、私ね、実は野間さん、求人票を見るの、はい、別に求職してないですけど求人票見るの好きなんですよ。求職はしてなかったけど、別の意味でちょっとお仕事、歌手活動は求職されてたよね。妊娠出産したんで。いやいや、おめでとうございます。ありがとうございます。なんですが、なかなか見ていても、はい、この会社面白そうっていう会社さんって少ないというか、みんな同じように見えちゃうのは何なんでしょう。そうですね、まあ、どことは言わないですけど、まあ、似たような、だって情報少ないですよね、はい、何時から何時までお給料はいくら、うんうんうん、休みはいついついつ、うん、写真があって、うん、ちょっと書いて以上っていうのは本当多いですね、うんうん、過剰書きが多いんですけれども。そうですね、やはりこう働きたい人が求めているものは、はい、もちろんその待遇内容も大事なんですけれども、ええ、はい、何よりどんな会社なのそうですね。内容がどうなの、内容がですね、雰囲気とかね、はい、あ、雰囲気大事ですよね、うん、どんな職場なんだろう、うん、で、この会社はどんなことをやってる会社なんだろう、うん、で、そもそもこの仕事ってどんな仕事なんだろうって、うん、やっぱり知りたいですよね。入ったら何やらされんねやろとか。そうです、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 何やらされるんだろうってね、うん、ありますよね、うん、具体例で言うと、はい、例えばどういうふうに書いたら伝わりやすかったよっていう野間さんのお仕事の例などありますか？はい、本当にアットホームな会社って実は多いんですよね。見たことあるとアットホーム多いですよね。まあ、アットホーム多いですよね。とかフレンドリーとかね、はい、この挑戦の先に成長があるとかあえて言わないけどいうのがあるんですけども、その言葉自体は僕は悪いと思わないんですよ、うん、具体的じゃない、うん、なんとなくいい言葉、うん、なんとなくだけど、ま、イメージがしにくいですね。イメージしにくいですね。人それぞれやしね、受け取り方人それぞれですよね、うん、本当にアットホームって言っても、うん、人によって受け取り方は違いますし、うん、例えば女性の多い職場ですっていう表現があったりしますよね、うんうんうん、多いっていう数あえちゃったら何人ぐらいだと思います？へー、どうなんでしょう。会社の規模にもよりますしね。そうですよね、はい、何人ぐらいが女性の多い職場でしょうか。俺その何人というよりやっぱり会社の女性の比率かなって感覚が、うん、そうですよね。比率って実は大事で、うん、数字ってありますよね、うん、だからその職場、うん、職場で女性は何人、うん、そうやけどね、それが6割が多いか8割が多いか10割が多いか、それはそれぞれその感覚も違いますもんね、うん、だから実際の数字出した方が分かりやすいですね、うん、配属部署の、うん、年齢構成とか、うん、女性は
何名で課長が何人男性が何人でっていうだけでその規模感って分かりますよね。そういう具体的な情報って本当受け手の方がその数字を見て自分の人生の経験に置き換えてイメージできたりしますんで、あ、そっか、そこでマッチして初めて電話してみようかなってなるということなので、まあ、情報量は大いに越したことはないんでしょうけれども、はい、受け取った側がイメージしやすい情報を提供するのが大事ということですね、はい、ですのでプレゼンテーションとかよくあるんですけども、長い文章パワーポイントであるじゃないですか、投影されたパワーポイントに字がびっしりって読む気しないですよね、だから短い文章でもいいと思います。作詞をする時と同じですよ、言葉いっぱい詰め込むんじゃなくて、いかにその受け取った方がイメージしてもらうか、その言葉を選んで伝わるように発信していくっていうのが大事なのかなと思ってますね。やっぱり会社だけで考えていたら、なかなかこう自分たちの強みとかメリットに気づけないこともありますけれども、はい、こうして友人から相談できる広志野間さんに相談しつつ、コミュニケーション取りながらやっていくと、あ、こんなことが自分の会社の強みだったのかなって気づけることも、会社の良さが見えてくるね、逆にね。実際コンサルの中で事例であったんですけども、私2時間インタビューさせていただくんですね、2時間インタビューさせていただいて、聞いた内容を僕の言葉で置き換えて、これってつまりこの人たちに伝わる言葉ってこういう言葉じゃないですか、もし違ったらごめんなさい、ダメってすぐダメ出ししてくださいねってお話しさせていただくんですけど、それが本当にマッチした場合、さっき言ったマッチした場合に、それ言いたかったことはっていうことがやっぱ起こってさ、でこれ交流会で使っていいですかって言っていただけることはあるんですよね。置き換えてもらって初めて再確認できることってあるんでしょうね。はい、はい、そんなこんなで求人票の秘密についても番組の中でたくさんお話ししているので、ぜひ聞いてください。野間信之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。